こちら、アンコロです。今回のお題はこれです。ドン。ビットコインが7万ドルを突破。米国雇用統計からわかる絶好調なアメリカ経済。今後のビットコインの価格はどうなる？チャッター7万ドルに入りました。これはバイナンスのドル建てビットコインの月足チャートです。前回最高値は2021年11月につけた6万9275ドル。今年3月5日に最高値を更新する取引所が出ましたが、バイナンスのドル建てビットコインは更新しませんでした。そして3月8日の上昇でバイナンスのドル建てビットコインも最高値を更新し、7万ドルを突破しました。ちなみにこのチャートは USD 建てで、USDT 建てのビットコインも最高値を更新しましたが、7万ドルはまだ超えていません。チェンジ。これはドル建てビットコインの冷やしチャートです。3月5日にマイナス 16.7% の長い陰線ができましたが、3日で価格を戻し、3月8日に最高値を更新して7万ドルを突破する流れになっています。3月8日の上昇を後押ししたのは、米国雇用統計です。米国雇用統計は、アメリカの労働者の雇用状況を調査した統計で、毎月第1金曜日の夜10時半に公表されています。どんな内容だったのか確認します。チャートダウン。青井さんは、アメリカの非農業部門の雇用者数、赤い線は雇用者数の年間増加率。灰色の線は雇用者数の月間増加率です。1986年に1億人を突破し、その後も増加が続いて、コロナショック直前の2020年2月の雇用者数は1億5230万人。コロナショックによって1億3000万人まで急減しましたが、経済対策で復活し、2022年にコロナショック直前の雇用者数を超え、その後は一度も減少することなくずっと増加が続いていて、今年2024年2月は過去最高の1億5780万人です。赤い線を見ると、2020年までは最高プラス 5%、最低マイナス 5% だったのが、コロナショックで2020年にマイナス 13.4% に急落しました。急落した反動で、1年後の2021年4月にプラス 10.8% まで上がっています。ズーム。これは2021年4月以降にズームしたものです。雇用者数の増加は続いているものの、増加ペースは低下していて、今年2月の年間増加率は 1.77%。 1.77% 以下をつけるのは2021年3月以来の2年10ヶ月ぶりです。このようにアメリカの雇用者数の増加の勢いが低下してきていて、プラス10万人台の月も出始めているので、このまま放置すると数年以内に減少の月が出始める可能性があります。チェンジ。これはアメリカの失業率です。リーマンショックの時の失業率は 10.0% まで上がりました。コロナショックの時は 14.8% まで上がりました。2022年2月以降は 4% 以上つけることがなくなり、2023年に3.4% まで下がりました。 3.4% は1969年5月以来の53年8ヶ月ぶりです。ズーム。これは2021年以降にズームしたものです。2023年1月をそこに少しずつ上がってきていて、2024年2月は 3.9%、3.9% 以上つけるのは2022年1月以来の2年1ヶ月ぶりです。このように失業率はそろそろ 4% を超えそうな流れになっています。チェンジ。青井さんは
アメリカの非農業部門の平均時給です。2006年3月の平均時給は 20.1 ドル、当時レートで日本にして約2400円。右肩上がりで上がっていき、コロナショック後に30ドルを超えました。赤い線を見ると、コロナショックが起きる2020年までは 2% から 3% 台が多く、コロナショック後は一段上がって 4% から 5% 台が多くなっています。ズーム。これは2020年4月以降にズームしたものです。2022年に 5.92% まで上がった後、低下傾向が続いていて、今年2024年2月は 4.28%。 灰色の線の月間上昇率を見てください。今年1月は 0.52% だったのが、そこから大きく下がり、2月は 0.14%。 0.14% 以下をつけるのは2022年2月来の2年ぶりです。このように平均時給の上昇率の低下傾向がついていて、この流れがつくと 4% を 3% 割るのは相当多くはなそうです。今年2月の平均時給は 34.6 ドル、日本にして約5200円。1日8時間働いたら約42000円。1週間の給料の平均は1185ドル。日本円にして約17万9千円。4倍して1ヶ月分の給料を計算すると71万6千円。アメリカ人は給料が上がりまくっていいなぁ。と思いますが、インフレに勝っているかが重要です。チェンジ。赤い線はアメリカの平均時給の年間上昇率。青い線はアメリカのインフレ率です。インフレ率は物価が1年間で全体的に何パーセント上がったのかを表した数値です。結構いい勝負をしていますが、平均時給が優勢の時の方が若干多いように見えます。チェンジ。これは2006年3月の値を 0% として、その後の変化率を表示したものです。青い線は消費者物価指数で、2006年から物価は 1.5 倍になりました。一方、赤い線は平均時給。緑色の線は平均週給で、2006年から 1.7 倍になりました。よって、2006年を基準すると、給料の上昇はインフレに勝てます。以上のように、雇用統計の雇用者数、失業率、平均時給の観点では、アメリカ経済の勢いが徐々に低下してきている様子が分かりました。現は、中央銀行の FRB が2022年から金融引き締めに舵を切り、金利を上げ、通貨の流通量を減らす政策を取っているからです。金融引き締めによって通貨の流通速度が低下すると、景気が減速しやすくなりますが、足元のアメリカ経済は堅調で、株価の最高値更新が続いているので、FRB はインフレ率を下げつつ、失業率を低い数値で安定させるソフトランディングに今のところ成功しています。しかし、雇用者数と平均時給の上昇率が下がり、失業率が 4% を超えそうなところまで上がってきたので、このまま放置していると景気が悪化する可能性が高くなります。そのため、中央銀行は年内に利下げし始めると予想する投資家が増えたと考えられ、利下げによって通貨の流通速度が上がると投資マネーが増えやすくなるので、株やビットコインなどの金融商品の価格にとってポジティブです。つまり、2月の雇用統計の結果から、堅調なアメリカ経済がスローダウンしてきていることが分かり、景気を刺激するために利下げが実施されれば、ビットコインの価格にプラスの影響を与える。以上、ビットコインが7万ドルを突破。米国雇用統計から分かる絶好調なアメリカ経済、今後のビットコインの価格はどうなる、でした。この動画が参考になったら、グッドボタンをお願いします。暗号資産に爆撃するためにチャンネル登録をお願いします。
エクセも暗号資産の情報発信をしているのでご利用ください。最後のご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。